皆さんこんにちは。4月22日土曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団仙台宮城野教会牧師の斉藤敦史と申します。今日も皆さんと共に御言葉の恵みを味わってまいりましょう。本日私たちに与えられました聖書の言葉は、旧約聖書サムエル記第2、7章1節から17節です。そしてテーマは、神を思う心に与えられた永遠の王朝の約束です。サムエル記第2、7章1節から17節。王が自分の家に住んでいた時のことである。主は周囲のすべての敵から彼を守り、安息を与えておられた。王は預言者ナタンに言った。見なさい、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。ナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。その夜のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこう言われる。あなたが私のために私の住む家を建てようというのか。私はエジプトからイスラエルの子らを連れ上った日から今日まで家に住んだことはなく、天幕、幕屋にいて歩んできたのだ。私がイスラエルの子らのすべてと歩んだところどこででも、私が私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのか、一度でも言ったことがあっただろうか。今、私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう言われる。私はあなたを羊の番をしていた牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地の大いなる者たちの名に等しい大いなる名をあなたに与えてきた。我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことのないように、不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることのないようにするためであった。それは私が我が民イスラエルの上に裁き司を任命して以来のことである。こうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国は、あなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉を、この幻のすべてをそのままダビデに告げた。
神はイスラエルの王ダビデに実に多くの祝福をお与えになられました。当然のことながらダビデもそのことはよく分かっていました。今神様から安らぎを得て自分が本当に祝されている、そんなことをダビデは思いながらある一つのことを考えたのです。どうぞ2節をご覧ください。2節にはこのようにあります。王は預言者ナタンに言った。見なさい、この私が杉材の家に住んでいるのに神の箱は天幕の中に宿っている。まあ、このようにダビデは預言者ナタンに伝えたのです。神によって安らぎを得ていたダビデは杉材の家に住んでいました。杉材、それは立派な建築材料でありましたし、その木で建てた家というものが定住を意味するものであったことは私たち容易に理解できるわけです。そんなところに住んでいるダビデにとって神の箱は天幕の中に宿っている、つまり神様をいつまでもテントの中に押し込めてはいないだろうか、そんなダビデの思いがこのような言葉になったのでした。私は立派な家に住んでいるのに神をいつまで天幕に私は押し込めているのだろうか。神が住まうにふさわしい神殿を建てるべきなのではないだろうか。このようにですね、ダビデは考えたわけです。私たちもそういう思いってあると思うんですね。こう神様にふさわしい教会堂を建てなければいけないんじゃないかとかですね、この神様にふさわしい私たちの礼拝というものを大切にしなきゃならないんじゃないかとか、私たちはそのようにこう神様に何か私たちの思いをこう示したいという、そのような願いが時として起こることをよく知っていると思います。でダビデもそのような思いを持っていた。そんな思いをですね、預言者ナタンに伝えたのでした。神はこのダビデの言葉を聞いていました。だからこそダビデの言葉を聞いたナタンに神の言葉が望んだのです。どうぞ7節をご覧ください。7節を読みしたいと思います。私がイスラエルの子らのすべてと歩んだところどこでも、私が私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか。このように神はダビデの言葉に応じるようにナタンに自分の言葉を告げたのでした。確かにダビデのこの言葉、神様のために神殿を建てようというそのような思いを神様はありがたく受け止めつつも、神はその神殿を建てられることよりももっと大事でその本質的なそのことをこのナタンを通して語ろうとしたのではないか、そう思えてならないのです。神の思いとはどこにあるのでしょうか。神はご自分の民がどこにいても、どんなことがあっても、どのような状況でもイスラエルの神であることに変わりがない、いつもあなた方と共にいる、その思いでですね、この揺らぐことなく民たちと共に歩まれた、
その象徴となるのが天幕だったということを、私たちは出エジプトのあの荒れ野の40年の中にあって、天幕が建てられて神と共に人々が歩んだその出来事というものを知ることができるのではないかと思えてならないのです。そしてその神はダビデに安らぎ安息を今お与えになられるわけなんです。ただ神はこのダビデの思い、つまり神殿を建てたいという思いに対して、それを無視されたわけでもなく、つっけんどんに断ったわけでもありませんでした。12節にはこのようにあります。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。このような約束をされました。つまり神の家を建てるという技はダビデではなく、ダビデの後に続く後継者によってその事業がなされるのだということを約束されたのでした。実際そのようになったわけなんですね。私たちはこのダビデの思いに対する神の答えから何を得ることができるのでしょうか。この後の問いかけ文の後でそのことをもう少し考えたいと思います。神はどのような約束をダビデに与えられたでしょうか。どうぞ16節をご覧ください。16節にはこのようにあります。あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。このようにですね、神はダビデに約束をされました。それは神殿を建てることによって明らかにされるものであったかもしれません。しかしそれよりも大事なことは何かというと、神ご自身がそのようなダビデの王とするイスラエルというその共同体をいつまでも守り、とこしえまでも祝福されるということへの約束でした。今実際そのイスラエルという国は存在しません。しかしそれはイエス・キリストの救いを通して世界中に福音を述べ伝える器としてのキリストの体である教会が建てられている。そのことを私たちは現在に至るまで受け止めることができるし、それはやがて神の国へと至るものであるということを私たちは信じて、このダビデに与えられた神様の約束を受け取ってまいりたいと思います。それではお祈りいたします。主よ、私たちを常しえまでも祝してくださることを信じ、あなたの約束を胸にして今日という一日を歩ませてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。